さあやっていきましょう。今日はスペシャルなゲストにお越しいただいております。この方です。はい、どうも、横尾亮介です。よろしくお願いします。横尾亮介さんと今日はコラボ撮影でございます。ありがとうございます。いや本当に、一緒にね撮らせてもらって、これ横尾さんのカメラで撮ってそんなことはどうでもいいんですけど、本当にありがとうございます。ということでですね、今日は何をしますかと言いますと、こちらじゃじゃん、おアイマスク。このアイマスクを使って私目隠しをしてオセロニアをしたいと思います。なるほど。でね、やっぱりちょっと私、横尾さんほどね、そう、達人じゃない横尾さん。動画で目隠しをしてオセロニアするっていう動画ね、あれ、本当に笑えたんですよ。あれ、いや、本当、あれはだって、何のサポートもなしに一人でやってたじゃないですか。本当にあれは達人の域なんで。あれでうまかった。今日は僕、さすがにちょっと、サポートついてもらおうかなと、師匠に。なるほど、わかりました。目隠しでオセロニアするね、上に当たってですね、もう師匠的存在なんで。今日は横尾さんのサポートをしてもらおうかなと。つまりですね、これ私がこの目隠しをします。目隠しをして、オセロニアですね、先行後攻とか、手ごわ何あるとか、相手の HP とかを横尾さんに教えてもらって、僕がここに打ってくださいっていうふうにお願いして、あ、僕が操作するんですね。そうですそうです。わかりました。まあまあ2、3キロですよ、いわば。そうですよね。でマピさんは覚えとかないとダメじゃないですか。もうね、絶対ね、俺好きなところに打っちゃうと思うんですよ。でもね、ここに打つのみたいなことがあっても、もうそこは。真剣にもう僕の言った通りにお願いします。そこどう考えてもそこ打ったらあかんでってとこもあるかもしれないですけど、そこは僕は従えないですね。僕は集中します。ではやっていきたいと思います。はい。それでは大丈夫ですか？もう行ってもお願いします。さあ今対戦相手を探しております。28、27、26、25、24。まあこのアイマスクにね目が映ってるんでこれで見ますよ。なるほど。見えてるんですかこれ？じゃあ僕になんかちょっと変顔してもらっていいですか？あ、見えます見えます。はい、白目になってますね。全然右バッチバチでしたよ。わかんねえよ。うわ、これできっかな、うまく。はい、AI じゃないです。しかもこれマッチングしました。絶対対人です。これマッチングしました。はい、湘南です。湘南か。27000です。相手27000ぐらいですね。前半いや全部言ってください。27365で高校です。高校ですか。初手ガラムの相手オーラ2枚。こっちここですよね。で手駒教えてください。手駒吉野ユエファサマーピリキバイゼ。吉野を相手 D5 にガラムですよね。 D5 です。じゃあ E3 に吉野。はい、 E3 吉野いきます。いきました。で相手オーラ2枚引いてます。わかりました。でどこからガラム出ました？相手の手駒の湘南の1個右です。あ、じゃないです。一番右です。すみません。分かりました。で、風車の打ち方でブライダルウンディーネ。C の2にブライダルウンディーネ。はい。で、アズリエル来ました。アズリエルユエファサマーピリキバイゼです。これアズリエルをD6 です。D6 いきます。2枚ぐらいして。はい。でブライダルウンディーネどこですか？相手のブライダルウンディーネは正月乱量の1個右です。わかりました。あ、そうです。今引いた駒がフーディモニカファイナルの可能性だった。おお、すげえ読み。一番右の駒からファネルです。あ、トップでファネル来ました。来ました。でC4 です。でクリスマスピリキ引きました。クリスマスピリキユエファサマーピリキバイスです。B3にはい。どうしようかな。B3にクリスマスピリキナタね。はい。B3にクリスマスピリキナタ来ました。それでエスペランサー消えましたね。で相手の HP17,021 です。結構削れたんですね。だから吉野と後で削れた。むずっ。こんなんやったことないよ。あ、クリスマスピリキがこいつ何やったっけ。すみません、裏ニアで消されました。裏ニアで消される。でC3 にブライダルウンディーネの1個下ですねにエスペランサが出ました。じゃあここは C1 にあ、今青根引きました。青根引いた。いや、ここは夏どうしようかな。夏ピリキ。はい、ピリキの後 C1 で C1 ではい来ました。裏ニア打った後だったらはい、まあでも裏ニアはどうか解放されないし、裏ニアどっからでしょ。ウラニアは一番右です。左から守るか。はいはいはい。それからロー。あ、はい、C5 に C5、あ、なるほど、C5 か C5 に、ミヤクレル200出て、ピリキナート発動しました。で、ABCDD3 にエスペランサいます。で、ピリキの返しで半分切りましたね、相手。で、守護者引きました。なるほど。手裏が守護者ユエファバイセ、青根です。じゃあ D の2に守護者置きましょう。はい。D の2守護者置きました。相手の HP 教えてください。相手の HP9712 で、こっちの HP15534。これ上の4枚返し超えない。夏ピリここで回収されたのが自分ですよ。ミヤクレルどっからいました？ミヤクレルは右から2番目ですね。それあれ右からですよね。あ、左から2番目です。あ、で今左から2番目からサマー。あいつが出るデバフのハーピスエンジェルが右下 X なんで ABCD5 です。で今ルキア引きました。ルキア青根ユエファバイゼです。あ、時間が右下角にあ、俺はいよし、あ、間に合った。でミヤクレルの封印マスが発動してて、はい、わかります、わかります。L 字に、わかります、わかります。B の多分456と C の6です。あ、そうです、完璧。あ、で今ABCD D1 サマピリキの横に5枚返しぐらいで今浦飯祐介出されて、あと4798です。手駒。手駒シュクレ出ました。じゃシュクレか。いやルキアで。はい。サマーピリックとコンボ E の1。オッケーです。はい。相手の HP は？相手の HP は9099です。あ、結構あるな。じゃあシュクレでいいかも。ああ、すいません。いや、こういうところだよ。いや違う。時間がなかったんですよ。いやでもこういうところをやっぱ目隠しだと難しいです。あ、で今右から左から2番目のコマが使われます。フェリプティ引きじゃなかったですね。いやきついな。でも悩んでますね。次で青根発動するから青根の開始でワンチャン勝てるから。今右上 X に裏にあ来ました。夏ピリキのコンボどう当然当時は F4 で。あ、そうです。ファヌエルの下ですね。相手 HP いくらですか？5435です。でこっちの HP は？こっち3326です。なんか来ました。バイスあるのか。バイスあってブランジェッタ引きました。でこれバイスで F4 で多分飛びます。3400だから。おっ、うわー難しいな。行きますか。行ってください。おっしゃ、行ったった。多分これ5000後半は出るはず。少なくて6000いくから。ワンちゃん6000いくなあ。7240。めっちゃ出る。余裕で飛びました。やった勝った。やったー。イエーイ。ハイタッチ。やったー。イエーイ。もう取っていいですかねこれ。はい、全然。わ、勝ってんじゃん。マジで勝った。あーよかったー。最速ファヌエルに。いやーよかったー。いや途中で僕はちょっとね、どこから出た駒っていうのはちょっと間違えたかもしれない。なるほど。そうそこのね、なんか色の判別が僕だから。いやーでもね、ちょっと途中間違えた。興味難かった。でもあれフェリプティ引いてたから、あれルキアで出してよかったね。そっか、あれ盤面ね、ちょっと途中から俺もこんがらがって、あれ右上 X 打ってきたって言われた瞬間に、あ、これピック取ってんじゃねえ、バイセ引いてたよね思って。すごかった。いやでもちょっとね、ライフが計算狂ってる。めっちゃ恥ずかしいわ。むずいな本当。いやでもね、いやすごかったですよ。いやすごかったですよ。こんな感じで目隠しするとやっぱ誰かいないとね絶対できないっていうのを横さん一人でやる。師匠がいたのでできてないんです。僕師匠がいたので今回はうまくいきました。こんな感じでお城にやって楽しみ方人それぞれだと思うんですけども、そうです。でもこういう目隠しをして友達に教えてもらってここに打ってっていう風に学校でやってみてください。すごい楽しい。これ100均で買ってきましたね。めちゃくちゃ楽しいです。ということで勝ててよかったです。よかった。では今回これでね、横尾さんのチャンネルと横尾さんのチャンネルに上がっている僕とコラボした動画、概要欄に載っけております。Twitterの方がありますので、そこからフォローとチャンネル登録とぜひよろしくお願いします。そして今回の動画が面白かったという方は高評価もよろしくお願いいたします。では横尾さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がりますね。ちょっとほんまに僕間違えちゃったんですよ。いいんですよ。ごめんなさい、ちょっと手駒がいろいろでも読みは合ってましたね。いや、マッピーさん本当すごいですね。いやでも相手がフェリプティ引いてたら読みやすいんでね。あ、確かにそういうのはありますね。そこが出た。じゃあ今回この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、むずいわ。いや、めっちゃ面白い。消しますね。はい。いや、マッピーさんすげえ。